プレートランチの一例プレートランチとは、アメリカ合衆国のハワイ州でポピュラーな軽食のスタイルで、1枚の皿に1食分の食事を盛り付けたもののことを言う。典型的なプレートランチでは、まずアイスクリーム用のスクープで2つの白飯と1つのマカロニサラダの山を作り、残ったスペースに1から3種類程度の肉料理を盛り付ける。肉料理のおかずはアメリカ料理、ハワイ料理、 プエルトリコ料理、中華料理、日本料理、韓国料理、フィリピン料理、ポルトガル料理など様々である。街中の専門店や、フードコート、移動販売車などで販売されており、日本における弁当と同様に持ち帰りとして利用されるほか、海辺や公園など屋外で舌鼓を打つ姿も多く見られる。かつては紙やプラスチックの平皿が用いられたために、 この名があるが、近年では発泡スチロール製の四角いランチボックスが使用されることが増えている。多種類、多国籍の様々な料理を同時に食べるという習慣は、かつてのプランテーション時代に各国の移民労働者たちがおかずを持ち寄って交換したことから始まったと言われている。一つの容器に多種類の料理を盛り付けるというスタイルは、日本の幕の内弁当などに通ずるものがあり、 普及の過程では、戦前には、ハワイ総人口の半数近くを占めた、日本人移民が持ち込んだ、弁当文化の影響があった点も指摘されている。また、エル&、エルハワイアンバーベキューチェーン店などにより、アメリカ本土、アジアにも広がっている。左上から時計回りにアイポケ、ロミロミサーモン、ハウピア、カルアピク、ラウラウ、白ハムカフク名物のガーリックシュリンプ。 ありがとうございます。